あの富士の話題さんについてなんですけど、えっと、去年の11月ぐらいかな、12月だったかな、ちょっとうろ覚えなんですけど、コツを申し込んだんですよ、あの富士の話題さんが大阪に来い、飛べまで行くぞと、オーらついていらっしゃったので、一度、コツしませんかということで、DM で持ちかけたんですけれども、2ヶ月、3ヶ月ぐらい経すんですけれども、一切返事がないと。 で、他に DM を送っても一切返ってきてないです。で、RDY とかその他の配信で、このいついつの配信で、あなたは嘘をついてるから、その嘘について訂正してくださいっていうふうに、DM を送ったのが大体1ヶ月ぐらい前なんですけど、まだ一切訂正されてませんし、謝罪とかも一切ないです。で、返事も一切返ってきてないです。で、そういう状況なんで、もう対話は不可能だろうというふうに思いまして、 でこの間も生配信でもう完全に頭にアルミホイル巻いてるんじゃないかとしか思えないような意味不明なことをずっと言ってたんで、あ、もうこれは無理だなと、もうこれは対話不能だなということで、もう藤野和大さんとはよっぽど緊急の要件がない限りは、もう基本的に関わらないことにします。まあ、何か私の動画に間違いがあるとか、訂正してほしいとか、そういうことがあれば、DM を送っていただければ、 対応しますんで、まあそういう時だけ連絡するという感じで行きたいかなと思います。まあなのでもう基本はね、関わらない方針で、ちょっとね、あまりにも社会常識が欠落しているので、もう今後は基本関わらないようにしようかなと思います。はい、ありがとうございました。